ビデオカメラのデータ復旧を行いました。島根県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはソニー HDR XR350V、 電源を入れると管理ファイルに不整合が見つかりました。 HD 動画を記録再生できません。修復しますかと表示され、今まで撮影した動画がすべて見られないという状況です。データ復旧処理を行い、およそ11時間30分の動画データの復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。